皆さんこんにちは。今回ですね、チャンピオンズリーグのポルタ対ローマの一戦についてお話ししたいと思います。はい、ですね、この試合に関してですね、3つポイントをね挙げてみたいと思います。まあ、その1点目はね、ポルタのねセンターバック2人ですね、ペペとフェリペ、この2枚のねやっぱりビルドアップ能力が、ね、非常に高かったっていうところですね。あとはですね、2点目、は、ローマはね、ちょっと前線でね、ゼコが孤立していたかなというところ。そして3点目ですけれども、まあ、カウンターのカウンターというか、カウンター返しが最終的にね、勝負を決めたかなというこの3つですね。この3つからね、展開しながら話していってみたいと思います。まずはですね、ポルトとね、ローマのね、スタメンを紹介しながら、行ってみたいと思います。で、まあ、ポルトの方はですね、まあ、4-4-2。これはね、ファーストレグでもそうでしたけれども、まあ、印象としては、非常にこう、硬いというか、崩れないシステムであり、選手起用かなと思います。で、まあ、個人的にはポイントは、その、センターラインですね、ペペ、フェリピンとかもそうですし、まあ、ボランチにね、エレーラがいて、あとはその、トップに、マレガがいると。やっぱりね、このマレガっていう選手はですね、少しこう、まあ、ルカクをですね、ちょっとこう、縮小版したような選手なんですけれども、非常にね、こう、ポストプレイ、もできますし、スペースに出ていくこともできるし、まあ、得点力もあるというところで、結構ね、トータルフットボーラーであって、割と最近ではこう珍しいストライカー型の選手じゃないかなと思います。ローマですね、361ですね。3-4-2-1、言ってもいいかなと思います。で、まあ、ローマはその、デロッシがですね、マンカじゃなくて、エンゾンジとダブルボランチを組んでいたというところだったりとか、あとはね、その、ファーストリーグでも活躍しましたけれども、残余のところがね、まあ、どぜことね、絡んでいくかっていうところがね、一つ焦点になっていたんじゃないかなと思います。はい、ですね、ポルトはですね、ファーストリーグを落としていたので、どうしてもね、ゴール欲しかったと。でどっかこう打開していくのかなっていうところだったんですけれども、やっぱりね、ペペとね、フィリピンのね、こうビルドアップ能力がね、本当に素晴らしかったですね。で、この2枚が、確実にボールをつけていく、遠いところにつけていく。特にその、オタビオだったりヘズスっていうのは、サイドハーフのところにスパッとボールをね、当てていくっていうところでね、ローマの、ね、プレスをね、剥がしていったんじゃないかなと思います。で、ローマはね、やっぱりその、361で、中盤にね、6枚、いるにもかかわらず、ポルトがね、ボールをね、運んでいって、攻撃を仕掛けていけたというのは、やっぱりね、ペペとフィリペ、その最終ラインからのビルドアップのところ、ボール出しのところが非常に優れていたというのがね、非常に大きかったんじゃないかなと思います。はい、そこから順次でですね、まあ、そのペペとね、フィリペはそのビルドアップの能力が高いわけでだけではなくて、その相手のフォワード、ゼコですね、ワントップに対してもね、完璧な対応をしていたと思います。で、ローマはね、やっぱゼコにね、ボールがなかなかいい形で入れなかった。これがね、ファーストリーグというのは大きな違いだったと思います。で、その要因はどこにあるのかっていうのところなんですけれども、僕はね、個人的にはそのダブルボランチにしてしまったっていうのが、逆にね、こう、命取りになってしまったかなと思います。やっぱりね、そのデロッシーはアンカーで一人でいた方がかなりね、プレイしやすい、というのがあると思うんですよね。で、まあ後半ね、その、交代せざるを得なかったっていうのがあったんですけども、やっぱ前半から見ていてもなかなかこう、エンゾンジと、いい形でコンビネーションしたりとか、まあそれは攻撃の面もそうですし、まあ守備の面でもね、そうなんですけれども、こういい形で、まあポジションがないときに、ボールがないときにいい形に入れ替わるとか、守備のときにどっちかが行って、もう一方がこう刈り取るみたいなシーンも、まあほとんど見られなかったので、個人的にはデロッシーを一人アンカーにして、まあ、エンゾンジを使うとしても少し前めにするとか、こう縦型にするとかっていう工夫がね、ローマ必要、欲しかったかなと思います。で、これがやっぱりデロッシーが、基本的にね、ローマのこうボール出しをする選手でもありますので、ここがですね、調子がなかなか出てこないと、やっぱりゼコのところにもね、うまくボールが入らないと。で、ゼコはやっぱりその前線で、かなり孤立、していましたし、
延長戦に入ってからね、こう決定機を迎えたりもしましたけれども、その前半と後半、の90分に関してで結構ね、フラストレーションで溜めながらプレイしていたんじゃないかなと思います。で、それがやっぱりね、その最後の方のね、決定機のところで集中力が入る、入んないっていうところにも、まあ、繋がったのかなというふうに、見えました。あとはですね、そのカウンターのカウンター返しというところに少し言及したいと思います。で、ローマはですね、結構ね、守備陣にね、5-4-1 みたいな、布陣をね、取ることも多くて、で、これはもう完全にね、まあ、非常にこう、イタリア式というか、まあ、カテナチオというか、まあ、引いて、ブロックを作って跳ね返すっていうね、簡単なやつですね。なんですけれども、とにかく、これ跳ね返せていれば、はっきり言って何の問題もないんですね。で、これは例えば、まあ、ユベントスもそうですし、まあ、スペインで言うと、まあ、アトレティコもそうです。引いて、相手に攻めさせて、とにかく跳ね返し続けるっていうのが、できていれば、何の問題もないんですけれども、ただ、ローマの場合は、この試合で言うと、引いて、まあ、跳ね返すっていうところまでは良かったんですけども、拾った時に、そこからのビルドアップがやっぱり、うまくいかなかった。それはやっぱりその、デロッシがアンカーじゃなくて、まあ、ダブルブランチで組んでて、少し調子が出なかったっていうのもありますし、その後ね、選手交代をしてもなかなか、あそこがうまくいかなかったと。で、そのビルドアップのところで、うまくいかずに、かなり早い段階でボールを失ってしまっていたので、そうするとこう、跳ね返して、それを拾って出ていこうとするときにミスが起きて、そこからまたこう、ポルトの選手がこう、スピードに乗ってパワー持ってこう、カウンターに出てくるので、カウンターしようとしたところでこう、カウンターに加わるっていうところで、ローマは後手を踏んだかなと。で、後手後手に回って最終的にはね、まあ、延長戦に入って、PK を与えてしまって、まあ、失点して、敗れてしまったわけなんですけども、そこのこう、エネルギーみたいなものがね、いろいろな形で削がれていってしまったのが、まあ、ローマの敗因だったんじゃないかなというふうに思います。